福沢さん、ラストサムライご覧になりました？あー、あれ見たんですよ。でまあよくできてるし、なんていうんですかね、まあそのああいう映画の宣伝でもありますけど、日本人で生まれてよかったなんて若者が泣いちゃったりして、確かにね、最後のシーンで結構泣いてる人多いんですよ。僕はその侍魂とかっていうのがよくわかんないんで、そんなに感動できなかったんですけど、まあでも映画としてはものすごくよくできてて、本当に日本っていうものの文化をなんていうかな、ちゃんと掘り下げて撮った映画がなかったのに、その点は結構あここまでその真摯にやったんだなっていうのが驚きだったんですよ。だからなんで今ああいうのをハリウッドで撮ろうと思ったんですかね。もうなんか思えば、単純に言えば戦争以外に国民的なアイデンティティを持てない国じゃないですか、例えば愛国主義っていう言葉以外、でも実際愛国主義って言っても彼らっていうのは歴史が浅いわけだし、そうした時にじゃあ日本という伝統的な国とかっていうことに対する愛国心だったりとかっていうのを一回やっぱり検証したいっていう気持ちは僕はあるような気がしますけどね。まさにそうですね。あと実はあれは日本の侍武士道を描いただけではなくて、トム・クルーズは先住民のインディアンを騎兵隊で殺して、その罪に苦しむってことが大テーマになってて、だからあれアメリカ人の食材が、まあいい加減なんですけど、自分勝手な食材なんですけど、それを実は描いたという映画だなって思いましたね。結局それがね、ただ国際的に言うとね、まあ、世界ナンバーワン の軍事記録を持ってね、やってる、そのことが果たしていいのか悪いのかも含めてあるわけじゃないですか、だから強ければ強いなりの葛藤っていうのか、精神的な弱さの部分が、映像としてね、なんかやっぱりやりたいとか、あるのが人間としての誠意の部分もあるんじゃないですか。でも、不正反対で言えないから、ラストサムライとりあえずやって、みたいな。ですよね。じゃあそのインディーズが結構今流星だって映画っていうものを見直されてるっていう、そういう機運があるにもかかわらず、一般の人はやっぱり踊る大捜査線とかそっちの方行っちゃうわけじゃないですか。でやっぱりさっき三沢さんが1億をかけたらもう単館上映じゃ元取れないよってやっぱり言い切りましたけど、そのインディーズからで、その日本の一般の観客を取り込むところまで乗り越えられる力を持つことができるんですか。国民がある種洗脳されてしまった、テレビっていう文化というか、まあ、機械の中に取り込まれているので、例えば韓国の人にはパンソリっていうのがある種の時代を作ったと思うんですよね。パンソリの大ヒットからやっぱり韓国の中でのあの人たちの自分たちをもう一回見直そうっていう気持ちになって、その上にまた映像っていうものがどんどん来たと思うんですよ。あれは明らかに韓国の映画事情を僕は変えた一本だと思うんですよね。だからそこら辺のところの感性が日本人の中に、まあ、作り手側にも少ないし、見る側にもすごく期待しているっていうやっぱり状況っていうのはそんなに名前差しもんじゃないんじゃないかなと思いますよ、ね、それはしょうがないですよね、まあそれ以外のことは言えないですけどね、なんとか見てほしいですね。だからそれしか言えないですね。いい映画はたくさんあるのになかなか足を運ばない。見た時にたまたま進行が悪くて、それで、まあ、これ俺がつなぐしかないなと思って、僕審査員やってたんだけど、まあ、映画プロデューサーの古澤です。今借金4000万あります。それが映画の現状ですよっていうフレーズ、やっぱそこはやっぱりちゃんと言っとかないと、そんな夢物語だけじゃないよ、やるんだったらそれくらいの覚悟をお前らやらないと中途半端でダメだよっていうことじゃないですか。まあ僕なんかまだ大したことじゃないと思うけど、やっぱりね、僕の以前にしたってもっと苦労もなさってたやろうし、
でもやっぱりこうなんか希望が持てればやっぱそれ開けると思うんですよね。今確かにそんだけのものあるけど、じゃあそれにこうお金にならないぐらいのやっぱ気持ちは自分ないつも持ってるし、それがあればなんとかね、うん、と思いましたよ。だから、うん、まあ全然後悔もしてないし、しょいますよそれもちろん。じゃあ東京芸大の講義の第一声は4000万借金の封鎖です。あ、そうですね。そうですね。いや、教室に募金箱置いとくのもいいなと思っただけ俺。それいいな。なんかやっぱさ、プロデューサーっていうのはすごいね、いい生活をしてるとかみんな思ってるじゃないですか。思ってますね。ね、日本の映画なんかってね、サラリーマンでやってる人たちだってそんなに儲かってないですよ。まあ、だって儲かってるとは悪いことしてるだけですよ、会社というときしたら、ちょっと転がないです。やっぱり、なんか年始めに、なんか勇気の勇気をもらえる発言でしたね。やっぱりこういう仕事は思いがなければできない、思いだけが支えてるっていうのは、まあ、役者もプロデューサーも、現場に携わってる人は本当それだけで頑張ってるんだなって今日つくづく感じました。これでいいのかという疑問ありますけどね。もっとちゃんとやれよお前らみたいな。いやいやいや。